はい、皆さんこんにちは、203です。今日はアップル関係のワイヤレスイヤホンの、音質のインプレをしたいと思います。新しく出た AirPods Pro ですね、こちら真ん中のやつなんですけども、まあ、今回ノイズキャンセリングっていうのがついて、周りの雑音騒音なんか打ち消す技術が入っていて、音楽とか何もかけてない状態でもイヤホンを両耳つけるとスッと周りの音が消えて、すごい静寂な空間ができますね。これが結構すごくって、もう本当つけただけでこの凄さは誰でもわかると思います。で、今回 AirPods Pro の方なんですけども、カナル型になってまして、まあ外れにくくなってますね。で、僕今まで前は普通の AirPods を使ってたんですけど、これ第一世代の方なんですけども、この形がまあカナル型じゃないんで、まあ耳に合う人はいいんですけど、僕の場合左耳はぴったり合うんですけど、右の耳がなんか合わなくて、ちょっとスカスカな感じで抜けやすかったんですね。だからその使用してて結構ポロッと落ちるような時があったんで、まあ動かないで音楽聴くみたいな状況の時は全然問題ないんですけど、動くような時だとポロッと落ちちゃうことがあるんで、ちょっとあまり外で使うのは怖いなと思ってました。で、こちらのまあ AirPods なんですけども、まあこれ第一世代なんですけども、当初これが出た時っていうのはですね、結構画期的で、他の当時のワイヤレスイヤホン、例えばまあパワービーツのワイヤレス2とかの時だったと思うんですけども、それとか他のまあいくつか使ったことはあるんですけども、その当時のワイヤレスイヤホンっていうのはちょっと遅延があって、まあ音楽聴く分には全然問題ないんですけども、日本のまあ映画なんかを見るとですね、その口の動きとそのセリフがちょっとずれて聞こえるんで、気持ち悪くてちょっと見れなかったんですよね。で、この AirPods が出た時は遅延がなく、全く、なんていうんですかね、違和感なく見れたんで、このワイヤレスは本当当時はすごいなって思いました。で、こちらの PowerBeats Pro なんですけども、まあ、AirPods と同じチップが入ったことで、ケースから出して耳につけた時にもうすぐボワンとこう、ペアリングするということで、で、外したらもう、なんか電源切るとかじゃなくて、そのまましまえるみたいな形で、Apple のチップが入ってるっていうのはまあ大きいですね。すごい使い勝手が良くて、で、これ結構音質も良くて結構気に入ってるんですけども、一つだけまあ不満があるとしたら、このケースですね。このケースがものすごい大きいんですよね。まあ大きいだけじゃなくて、この何ていうんですかね、分厚いんですよね。こう見ると分かるんですけど、分厚くて丸い感じなんですよね。まあポケットに入れてもまあすごい膨らんだような形になっちゃうし、まあカバンに入れたり、こう終わった時にまたカバンから出したりっていうのが結構面倒で、そこがこういうまあ本当にポケットにスッと入るような AirPods のケースは本当に秀逸だなと思いました。で、ここの耳のところなんですけども、こちら中の方が針金みたいのが入ってるんで、自分の耳に合うようにこう形を変えることができるんで、これはすごいフィットさせることができるんで良かったですね。あんまり僕は結構耳に何かつけてると耳が痛くなっちゃう方なんですけど、これは自分の形にこう変更できるというか変形できるんで、これは本当に良かったですね。で、AirPods Pro ですね。こちら、まあ新しく買って、まあまだそんなに使ってないんですけども、やっぱりこのケースのサイズ感、こちら、まあこう縦にすると、まああまりその AirPods とそんなに変わんないんですね、大きさ的に。ちょっとこちらの方が厚みがある感じですね。で、まあ AirPods Pro の方なんですけども、やっぱり使い勝手はすごいいいですね。まあカナル型っていうことで密閉するし、まあフィットするんで、まず落ちないですよね。まあ今回真ん中のとこ見るとわかるんですけども、今回の AirPods Pro は今までの AirPods と比べても、このうどんの部分が結構短くなってるんで、つけてもそんな格好悪くないというか、なんかそのうどんが出てるみたいな感じには見えなくなったのかなと思って、そこはすごくいいですね。で、やっぱりその、AirPods Pro の一番いいところはそのノイズキャンセリングですね。こちらはやっぱりつけた瞬間にもう音が、騒音なんかがスッと消えますね。まあ、エアコンとかそのヒーターとかのゴーっていう音が、イヤホンをつけた瞬間に、あれ？ヒーター電源切れたかなみたいな感じで、ほんとスッと音がなくなるんですね。それがすごい衝撃的ではありますね。ただ音楽かけちゃうと、まあ、そういう騒音って、
聞こえなくなっちゃうんで、あんまりそこ音楽かけてるときはそんなに、すごい差が出るかっていうとそうでもないかなと思います。音楽はまあ本当うるさい音楽というか結構大きめの音楽で聞いちゃうとノイズキャンセリングはあんまり効果がないかもしれないですね。まあバラードとかだといいかもしれません。音質の方ちょっと語っていきたいと思うんですけど、まずこちらの普通の AirPods の方ですね。こちらはまあ本当にスタンダードというか結構まあ誰が聞いてもそんなに悪くないというか、まあどんなジャンルの音楽聴いてもそこそこよく聞こえるっていうことで、まああんまり不満はないですね。ただすごい音質がいいかっていうと、まああの、すごいいいってこともないですね。まあ可もなく不可もなくみたいな形で、まあオールマイティに一般人が普通に使う分にはいいイヤホンだと思います。で、こちらのパワービーツプロなんですけども、こちらは高音が出るというか、まあ迫力のある形で聞けますね。だから、バンド系の音楽とか、まあギターの音とか、そういうのが結構綺麗に出るんで、まあハードロックとかヘビーメタルとかそういうのを聞くには結構いいですね。ギターのその、まあキラキラした音とか高音の音なんかも綺麗に出るんで、まあ、歌というよりは、まあ、バンド編成の音楽を聴くのにはこちらも結構向いてますね。で、さっき忘れたんですが、こちらの AirPods の方はまあ、歌物なんかは本当よく聞こえるというか、バンドの楽器の音よりもやっぱりボーカルの音が結構大きく出るというか綺麗に出るんで、まあ、歌物を聴くには結構いいですね。 J-POP とかで、こっちはまあどっちかというとロックというかそのまあ、楽器の音なんかが、結構迫力がある形で高音が結構出る感じで、エッジが出る感じですね。そういう感じの音が出るんで、まあヘビーメタルとかハードロックとか聞くにはこういうのはいいですね。で、今回買ったあの AirPods Pro なんですけども、音質だけで言うとちょっと不満はあります。なんでかっていうとちょっと高音がこもった感じなんですよね。だからちょっとモコモコしたというか、まああったかい感じ、耳触りはいい感じなんですけど、ちょっと角がないというかエッジがない感じの音にはなるんで、まあ派手な音楽、それこそハードロックとかヘビーメタルみたいのは物足りなさは出ますね。ただこれの音質で一番いいなというのはすごい定位がいいんですよね。定位っていうのは楽器の位置というか、そういうのがすごくよく出ますね。で、音の分離がいいんで、それぞれのパートが綺麗に聞こえます。あのギターのそれぞれの、細かいフレーズとかが全部聞こえます。で、そのさっき言った定位がいいっていうことで、そのドラムのそれぞれの位置ですね、シンバルとか、バスドラとかタムとかの位置がすごい、はっきり聞こえるというか、頭の中でこう右から左へこうどん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 ってこう頭の中でこう右から左、右で鳴ってる左で鳴ってるみたいのが、ちゃんと聞こえるんですよね。違う位置から。結構オーディオとか好きな人はわかると思うんですけど、本当にステレオで綺麗に配置されてると、バンド編成がその、位置がちゃんとその位置で聞こえるんですね。ドラムが奥にあって、ギターが、右にから聞こえてきて、ベースが左から聞こえてくるみたいな、そういう、楽器の位置がはっきりその場所から聞こえてくるっていうのがすごいなっていうのが、まあ本当のステレオなんですけども、そういう感じで頭の中でそのドラムの位置とか、ギターが右から聞こえてくるとか、まあそういうのが結構ちゃんと定位がちゃんとしてるっていうんですけども、そういうのが、聞こえてくるのが結構これはすごいですね。ワンオクロックの Wherever You Are とかの、まあバラードなんですけど、あれなんかの途中のドラムなんかがほんとすごい、なんていうんですかね、こう右から左に叩いていくみたいのがはっきり頭の中でこう聞こえてきて、それはほんとすごいなって思います。音の分離もいいんで、それぞれの楽器それぞれのパートがのフレーズがはっきり分かれて聞こえてくるんで、まあ耳コピとかするにはすごくいいイヤホンですね。音の細かいフレーズっていう意味で言うと、ミセスグリーンアップルのインフェルノっていう曲があるんですけど、B メロあたりの曲のギターの細かいフレーズとか、そういうのがすごくよく聞こえますね。
でそれがまあ右から鳴ってるっていうのがすごくわかるしっていうことで、ほんともうちょっとこれで高音がもっとエッジが出るような感じで、出ればすごいいいんですけども、そこだけちょっと音質的には残念ですね。で好みで言うと僕なんかはまあこっちの方がまあ迫力があるというか、高音が綺麗にギターソロとかが綺麗に聞こえるんで、こっちの方が好みではあるんですけど、まあ便利さとかで言うとまあこっちかなと思います。ほんと聞くジャンルによって違うと思うんですけども、まあジャンルで言うとまあやっぱり J-POP とかがまあこれはいいのかなと思います。特にそのバラード系なんかは静かなところのフレーズがまあノイズキャンセリングのおかげもあって本当に綺麗に聞こえます。であとはそのリバーブとかエコーとかかかったコーラスとかかかった音が本当に綺麗に聞こえるし、その最後にふって消えるところの余韻とかもちゃんと聞こえるんで、まあ本当バラードとか静かな曲を聞くんだったらこれがいいですね。でやっぱりバラードとかだとまあ柔らかい音の方がまあ聞きやすいっていうのもあるんで、まあエッジの効いた音というよりはそういう優しい音がするこっちはまあバラード向きかなと思います。まあ J-POP 全般も結構いいと思います。でやっぱりそのエッジの効いた音、ノリのいい音楽とか、まあ高音が主体、ギターのまあ、キラキラした感じとか、まあそういうのをまあハードロックとかヘビーメタルとか、まあそういう系の音楽を聴くにはまあパワービーツプロかなと思います。耳が合う人だったらまあ落ちないと思うんで、これはまああの一般的なまあオールマイティに聴ける、まあ J-POP なんかぴったり合うと思うんですけど、普通に今使うにはこれでも全然いいかなと思いました。単純にもう普通に音楽聴くだけだったらノイズキャンセリングはそんなに必要はないかなと思いました。ただまあつけた瞬間はおってすごいって思うんで、まああの自慢するにはいいかもしれないですけど、実際音楽聴くだけだったらそんなに必要ないかなと思いました。ちょっとまだ使ってはいないんですけど、その動画編集なんかで、まあうるさい中で動画編集、例えば新幹線の中でまあ Mac とか開いて動画編集なんかしたりするともう全然あの騒音がひどくて聞こえにくいんですよね。そういう時にはこのノイズキャンセルはめちゃめちゃ役に立つのかなと思います。まあ今回 Apple 系のワイヤレスイヤホン3つを比べて特に音質の違いを語ってみましたが、まあ購入の参考にしていただければと思います。それではまた。